おはようございます、長島由美です。今日私はある方に密着をしたいと思います。その方が今日アナトレの授業をするということで、早速こちらです。じゃじゃーん伊藤さん、聞こえてるわ聞こえてるわ、ある方っていうほどのことでもないですけども、おはようございます。よろしくお願いします。なんか朝から大きな声出して大丈夫、最強の方はやってきます。大丈夫、はい、いい感じで、いい感じ育ってます。 ありがとうございます。でもこうやって喋ってる、うん、瞬間にもみたいなことがあるわけでしょ。ないです、ないです。旦那さんとご飯食べてる時に、はい、かかってなってゆみお前もしかして全然そうなのみたいな、全然そういうやつだった。全然そんなドラマみたいな流れじゃないです、そうなのか。いやそんな話はどう。今日でもそれちょっとやってほしいよね。こうやって喋ってる最中にも急にうっとなったら、長島もしかして、そうなの実は、おめでとうこのくだりを時々挟んでいきたいですよね。なんでですか、伊藤さん、はい、伊藤さんでも、はい、アナトレの、はい、講師される結構珍しくないですか。はい、そうなんです。これはあまりもサラリーマンとしては良くないんですけど、うん、教えるのがあんまり得意ではないので、許して勘弁してくださいとお願いしているところもあって、どうやったらそれがその上手くなるかみたいなことを教えられなくて、で僕の同期の森アナなんかはすごいわけ、はい、すごいです、アナトレでもでしょ、はい、理論派だから。いやすごい、そうでも全然ね、アドバイス低すぎて、そうでしょ、はい、そんなこと言われたことないもん、そうなんですか、アドバイスが的確なんてもう言われたことない、感覚の人だから。あ、まあそれもありますけど、それもありますけど、そうですね、僕自身がね。でも今日のね、今日は時事問題だけ、今日パネルトークです。パネルトークね、アナウンサーの試験対策の、そうです、試験対策の、はい、なので、はい、本当に試験で出るかもしれない、いうお題が出た時にあなたどう喋りますか、はい、っていうことに対して僕がアドバイスするっていう、はい、ことですよね。これ、生徒の皆さんは初見、うん、初見です。初見、うわ、いや結構難しいですよね、はい、結構難しいですということで、正直本当にやったことはあんまりないので、はい、自信はないですけど、いやいやいや楽しみです。なんか生徒がしかも少ないっていう、そうなんです。うわ、馴染めるかな行ってみましょう、行きましょう、はい、外って何だ、アミーゴは中継ですよ、ね、中継ですけど、目覚ます会のスタジオになってないから。あ、そっか、これってでも長島ぐらいからかな、加藤も加藤さんでもやってました。あ、じゃあ加藤の時代からだよ、ショーがやってない多分。だからないっていうことじゃないですか、それは。早めに歩くの。もしかしたら。おはようございます。斉藤さんの授業始まります。すっげえ、4人だけなの？どうする？何やる？4人だけなんですか？すごいですね、皆さん。局アナ志望で。あ、今頑張ってらっしゃる。ありがとうございます。すごい、こんな感じか。で、今発声練習を、すごいですね。今3年生ということは、いよいよこれからアナウンサーの試験が始まるので、直前になんかこう試験でヒントになるようなこととか、うまく立ち回るためのテクニックを学ぼうということでいらっしゃってるわけですよね。はい、わかりました。で、だから何ができるってわけでもないんですけど、あ、すいません、伊藤です、はい。あるものについて45秒から1分ぐらい喋ってみてください。それこそ30年前の僕が受けた試験の頃からあって、まあ人事部の人たちもいろいろ工夫したいから変えたりするんだけど、読んだりなんだりする以上にテーマによってはそれ難しいなって思うことがあるので、それに対してのレスポンスとか、分かんないなりに頑張っている様子とか、あるいは、分かっているけれども寸止めにする器用さとか、なんかいろんな要素が実はあるので、それを、実践的に今日はやってみるということで、いいですかね。面白い、ここまで面白い、普通、真面目面白いの共有しちゃってますよ、伊藤さん
じゃあマイナ保険証ですね。ちょっと待って。はい、では北島さんお願いします。私が話す話題はマイナ保険証です。マイナ保険証は、今の保険証青いカードが来年から撤廃されて、マイナカードについた問題点もあるので、そこもかなり不安です。かなり役に立つアイテムなのではないかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、苦渋が悪かったね。苦渋が悪かった北島さん。まずこのニュースはそんなに知らない。でもまあ合ってたけどね、大体ざっくりはね。で結構今年取り上げられやすいって言われてたので調べておいたんです。ああ、なるほど。でまず面接でマイナ保険証について喋ってくださいっていうのが皆さんの直近のテーマだから、あえて言いますけど、わからないならわからないっていう中で、どうなんだと、これも参考までに聞いてください。自分は持ってません、来年始まるぐらいの情報しかないわけだよね。でなんかちょっとトラブってるみたいなことだよね。でじゃあそこまででいいじゃん、もうその3つしかないって言ったら、その3つしかない中で自分は何を言ったらビッと言えるかなっていうところをどう構築できるかっていうテクニック論なんだと思うんですよ。あとはまあ最初から言ってる通り、どう感じるかっていうキャラクターの部分なんで、そこは口出ししませんけど、今の要素だけで言えば、マイナ保険証、来年からマイナンバーカードに保険証の機能が備わるということなんですが、実は私21歳で、持っていませんと。なぜならちょっと不安だからです。21歳の私でも不安だとすれば、高齢者の方、保険証を使う機会が多いと思うんですけど、本当に不安に思わないのかどうか、確かに気になるところですぐらいでも、まあ最悪はいいよね、最悪はいいよね、それを言うっていう、今の肉付けする でもっと言えば、一方で、自分の受診歴とかお薬手帳の機能を将来的にはこれが果たすということですから、これが役に立つんだっていうことをどれだけ世の中に伝えられるかっていうのがマイナ保険証の鍵で、オンエアみたいになっちゃった、ごめん。まあそうそう、でオンエア的にはそうなっちゃう、オンエア的にはそうなの。だけどそこまで言わなくていいじゃん、もう自分が今3つの要素だけで言えるじゃんっていうふうに考えた方がいいです。今みたいにダラダラしちゃうと、もうこの子しんどいなってなっちゃう、まあはっきり言うけど、試験だったらね、うん。次のステップはさっきね勉強されたっておっしゃってたんで、そういう受験勉強というよりは、これに自分がどう感じるかをどう表現できるか、どういう作文ができるかっていう、なんていうか感覚というかトレーニングをされるといいかなと思いました。ものすごく真面目な話をされてます。まあそこを任されるうちの若い人も、私もしっかり聞きたいと思います。若い人たちに言ってるのは、現在宮澤選手を筆頭に世界と戦っている日本代表なでしこジャパン、私も日本人として全力で応援したいと思います。はい、ありがとうございました。すごい、はい、じゃあ、まあ、もうなでしこ回収します。一つの正解の形だと思います。客観的な、事実関係を、時間も今ちょうど1分4秒ですけど、時間で整理して、やると。でそうするともうここからは好みです。スポーツ番組やってるプロデューサーとかが横にいて丸ってする人もいると思います。今のだって嘘はないし。だけどこれ面接のパネルトークだとすれば、あなたがなでしこジャパンから何を感じていますかっていうところも実はちょっと求められている要素だったりするから、いわゆるジェンダーの話をするっていうこともできるし、なでしこが前回優勝したのは東日本大震災が起きた2011年ですっていう話もできるし、試験の狙いは何が狙いでこの出題をしているのかっていうところもまあ感じて、そこで答えのチョイスをされたらいいのかなという気がいたしました。とってもためになるアドバイスがたくさん出てきてます。いやーすごい、皆さんレベル高い、すごい。正確に書けない部分があるからこそ人の魅力が出るんじゃないかっていうところを聞いたことがあって、アナウンサーの試験で使うんだったら、あそこはもうちょっとアナウンサー引っ掛けてもいいかもしれないね、うん、自分の領域の方で喋れるように。
本当にわからないものが出てきた時に、うん、その写真の説明をするっていうのはありなんです。うわー難しいね難しい。でもそこだからさっきの自分のセンスだよね。だけど、こちらの写真なんですが光沢があって L 版ですとかって言われたら方がちょっと舐めてんなって思われるから、全くこの写真に書かれてることがわからないので申し訳ありませんと。アナウンサーになったら一生懸命こうしたテーマも理解できるように勉強します。私に与えられた残り30秒、私が見たオタマジャクシから足が入る様子を説明します。最初右なんですっていう方がまだ可愛いかもねぐらいやれた方がなんかおこいつこいつっていう感じじゃない。そのぐらいのガッツ、そんなこといっぱいあるから、分かんない時は腹くくってそのガッツ見せる方が絶対いいですよ。諦めないことよ、分かんなくても。でもその時に薄っぺらいへりくつに逃げない方がいいですよ。自分の気持ちを言いなさいよ。そういうのがいいと思いますよ。試験会場でできるかって言ったら、これは相当難しいですよね。いやレベルの高いアドバイスが続いてます。まあ、みたいな。あのアナトレ生の質問も止まりません。強気見たとか、スケッコイットのニュースが出てきた際に、薄っぺらくなりやすい。うん、そうね。そう。だからそこで下手に対処交渉から喋ろうとせずに、20代前半の大学生が視聴者として、あるいは消費者利用者として、このニュースを見た時にどう思いますかっていう等身大の答えを簡潔に分かりやすく表現できる人が勝者になるってことですよ、うん、等身大の答えで落ちた方がすっきりするだろうし、あの丸になれば儲けもんだし、丸になる可能性そっちの方が高いんじゃないかなって個人マネージャーとしては今思うところですかね。質問は大丈夫ですか？あ、一問だけ。お、長嶋さん。大丈夫ですか？あの、伊藤さんが試験の時とか、うんうん、あの若手の時にこれはうまく乗り切ったなみたいな経験談があったらちょっとテクニックとして聞きたいんですけど。あ、僕のじゃあ僕のとっておきのお話をしますとね。とっておきの話お願いします。マンギョンボンゴーっていうね。マンギョンボンゴーっていうですね、北朝鮮の船がかつては新潟に来てたんですよ。でマンギョンボンゴーっていう名前なんですよ。マンケイホーと書いて、でこれがもう当時朝目覚ましやってて、マンギョンボンゴーっていうのが言えなかったんですよね。でマンギョンボン、マンギョンボンって2回噛んだんですけど、この船はって言って乗り切りました言えてねえじゃねえか。では今日はここまでということでありがとうございました。お疲れ様でした。アナウンサーの採用試験だから、アナウンサーの視点をもっと大事にしないといけないのかなっていうことを思ってたんですけど、大学生だからこそできる意見できることをもっと大事にしてほしいって言われて、ちょっと今までの考えが変わりました。やっぱニュースよく知ってるよってかっこよく見せたくなっちゃうところもあるんですけど、そうじゃなくてちゃんと自分だからこそ話せることを話すことが重要っていうのがすごく印象に残っています。すごく難しい時事問題とかのパネルトークもあったんですけど、なんか現場が和やかというか笑顔が溢れていて、なんかとても楽しい雰囲気で講義受けることができたなと思っています。いやお疲れ様でした。お疲れ様ですよ。すっげー4人しかいねえからねえ、すっげー喋った。もうみっちり2回回りましたもんね、パネルトーク2周して、ね、結構難しかったです ね、 やっぱり俺さ、長島と黒瀬に当てるくだり忘れちゃったよかった。それをすごくビクビクしたいや来る可能性あったね。いやでもさ、でも伊藤さん真面目でびっくりしました。意外な、これまた失礼ですね伊藤さん、うん、パネルトークということで、はい、はい、パネルトーク、お伊藤さんにも、うんうん、こちらでパネルトークお願いいたします。出た、うわ懐かしいね。悪い顔してる悪い顔してますね。懐かしいですよ。
あのアミーゴ伊藤のコーナーというのが目覚ましテレビで10年ほど続けたんですけれども、はい、まあ若い頃ですよね、フジテレビから帯同していくディレクターに対しても生意気ですし、各ネット局を回って、各ネット局の、まあ、スタッフに対しても、まあ、かなりいろいろ生意気だったんですが、ただまあ一緒にものを作る喜びみたいなものもこの中継コーナーで、まあ自分の中では強く感じていました。でそんな中ですね、みんなでやろうっていうところを一番ね学んだっていうのがこのコーナーでしたね。ありがとうございます、はい、はい、ということで今日は伊藤アナウンサーのアナトレ講師密着させてもらいました。はい、ありがとうございました。どうもすいません、ここまで、ま、もう本当はね2時間半ぐらいやってるんですけど3分半でまとめさせていただきました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。